こんにちは。こんにちは。はい、今日は腰が、はい。はい。がちょっと5年ぐらい痛くて。5年ぐらい痛い。はい。どの辺、腰のどの辺とかどうすると痛いっていうのを教えてもらっていいですか。重たいものを持ったりした時とか、なんかこのピキッとくるような感じ、はい。ピキッとくる感じが。で、どの中ですかね。一回痛くなると、はいはい。ちょっと、ずっと痛くなりますね。ああ、ずっとっていうのはもう何日間も。そうですね、何日間痛くて、はい、でまたなんか、はい、落ち着くみたいな。ああ、なんかお風呂入ったりする方が楽になります？あ、そうですね。だからお風呂に入るようにしてます、ね。なるほどなるほど。はい。じゃあ筋肉性のものっぽいですね。この背中っていうか腰の真ん中ですか？そうですね、はい。ちょうど真ん中で、はい、腰の真ん中。あ、で、はい、ここら辺が痛いですか？あ、左側も。はい。はい、ちょっといいですか、すみません、はい、この辺ですね、はい、はい、このそうですね、はい、ここが痛い、はい、この骨際に沿ってる感じですか、はい、もうちょっと中の方の感じですか、表面の感じですか、はい、表面っぽいですね、表面っぽい感じで、はい、分かりました。ちょっとお体の歪みを見ますね、右肩が上がってるみたいですね。肩甲骨の高さで見ると、はい、少し右が高いですね。そうですね、ちょっと右上がりな感じがあります。あれですね、足もちょっと右にちょっとこう外を弓なりになっている感じありますね。はい、あ、右足に重心かけやすいですね、はい、はい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 、なるほど、はい、肩とか足とかに辛さが出ることは全然ないですか。わかりました。じゃあすいません、こちら寝てもらっても大丈夫ですか、はい、楽にしてください。はい、はい、そうですね、今寝ててもですね、はい、背中の部分でここの盛り上がりが強いんですよ。左より右の方が、はい、はい、ありますね、盛り上がりが、うん、でなんで多分ちょっとさっき右重心とおっしゃってたんで、はい、でこう右上がりになってるのもあったので、右の方にこう筋肉のこう収縮が、はいはい、見られて、ここが盛り上がっているんだと思われますね、はい、うん、足首も右の方が硬そうですよね。全然わかんない。はい。で、こんなもんですね。右の方がちょっと抵抗が硬い感じします。多分この周りでやったら特にわかりやすいと思うんですけど、はい、滑らかに回らないですよね。はい。左の方がこう回りやすいですよね。はい。円が描けるような感じが、まあ、どっちかっていうとここがすごい内旋しちゃってるんですよね、はい、こっちは左足は、はい、足の底がこう真上向けてるんですけど、はい、右の足はこうこっちもあのなんていうのかな、左の方に向いてるんですよね、はい、こっちにちょっと倒れちゃってるんですよね、はい、真上向けるのがちょっと難しいですよね、はい、やりづらい。こっちは別にこうなってないんですよね。あ、なってない、はい、この感じがちょっと足先の向きというか、はい、足のそうですね、癖が、まあ、さっき言ったようにこの膝大脚になってですね、右の方が、はい、よりそれがあるので、そのままこういうふうに足首の方も、はい、内側向くような感じで、癖が強くなっているので、足を打った時にこっちの方が足首が浮いちゃうんですよね、はい、っていうのがあるので、おそらくまあそれがまあ腰痛に、はい、今左の方が痛いってことだったんですけど、はい、なんか力の加減というかそのかかる負荷が、はいはい、ここの痛みにつながってるんだと思われますね、はい、歪みが結構しっかりあるので、この辺の痛みって同じぐらいですか、右の方が痛そうな気
気がしますけど。ああ、そうですね。右の方が痛いですよね。はい。そうですね。ますね。すみません。はい、この L 時だけちょっとお顔、あ、すみません。額をまっすぐにしていただいて、すみません。はい、大丈夫ですか？はい。ちょっとチェックしますね。はい、はいはい、この痛みですね、右側。はい、で、リラックスして左ですね。どっちかっていうと右の方が痛いですかね。はい、はっきり右が痛いですね。はい、はい、で、うわ、右の方が痛かったですよね。はい、はい、であと首ですね。ここの痛みとこっちの痛みで右ですね、うん、右の方が痛い。はい、まあどっちも凝ってますけどね、やっぱり全部右に出てますね。はい、ではちょっと揺らしていきますね。じゃあ、揺らしますね。はい、痛かったり嫌な感じないですか？特に、はい、全然ないです。はい、お顔楽にしてていいですよ。はい、整体とかマッサージって普段受けになります？たまに、はい、年に何回か受けに行ったりします。ちょっと痛みが強くなったりとか、はい、そうですね。はい、立ってることが多かったりあるんですかね。そう、立ち事は立ってたり、なんか立ったり座ったり、立ったり座ったり、立ったり座ったり、はい、あと足組むのが良くないって言われるんですけど、組んじゃいますね。組んじゃいますね。はい、右が風になるんですね。そうですね。はい、その腰痛、結構もう今のもって痛み強く出るってことだったんですけど、はい、動けないほどひどくはなってないですか？そこまではまだなったことないです。なったことない、はい、まあ、寝たりお風呂入ったりしてれば楽って感じですか？そうですね、はい、あと寒い時の方が痛みが出やすい、はいはい、あ、まあそうですよね。やっぱ
冬は辛かったですか、最近。そうですね、はい、ちょっと、はい、結構肩、背中から肩にかけて力入ってますね。あ、本当ですか。動きが良くないですね、上に行くと、はい、痛いですよね、背中は。はあ、なんかやっぱり動かないですね、沈まないですね、手がね。で、揺らしが終わったんで、もう一度チェックしますね。はい。はい。よいしょ。はい。じゃあ、右ですね。はい。痛み、このさっき、はい、左右差結構大きくありましたけれども、はい、右左どうですか？あ、あれ？さっきより、はい、和らいでますよね。はい。はい。振り戻りますね、すみません。はい。首もどうですか？もう大丈夫です。はい。痛み減りましたね。はい。はい、でさっきふくらはぎの方も右の方が痛かったんですけど、はい、同じようにやりますね。はい。はい、どうですか？全然そんな痛くはないです、ね。はい。痛み和らぎましたね。はい。はい、でざっくり足もこちら、あのさっきこのぐらいあったんですけど、はい、だから回しやすくなりましたよね。はい、はい、ちょっとでそんなに大きな差がなくなりましたよね、はい。おっしゃいましたっけ、もうちょっと上、この辺ですかね、はい、はい、ここは結構ピキッと痛いんですよね、はい、今だとさっきよりこう押された痛み、多分普段も触っても痛い感じなんですよね。普段は痛い、けど今は全然痛くないですね、はいはいはい、そうですね。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、すいません。では、See you! See you!